つもありがとうございます。ニニニットです。今日は、リバーを使ってこれ KH811 で、レースをやってみたいんですね。でボタンを使います。ボタンでこういうレースです。でまず、この状態で、ハンドマニピュレーションでやってみたいと思います。キャリッジの設定はこちらのカムレバー1、2、3、3ボタン先進ですね。でこれ簡単な、ダイヤモンドひし形模様です。簡単なひし形模様を編んでます。でか、ご説明するとこういう風になってます。センターでこれボタンはレースでもやりましたけれども、ボタンナンバー1、ここにリボンのマークがありますね。それがこのベッドのリボンと対応してます。ここにこうリボンがありますね。それで番号を決めていきます。それでこういうふうに書いてます。センターからこう一目ずつこの番号でボタンナンバー7とボタンナンバー1とか6、2、5、3、4、4、次5、3、6、2、7、1、これが、セレクトボタンズ、ボタンのナンバー、ボタンナンバーで、この、このレースの両サイドラッチアップ2パールズ、普通だとこうタッピ返しですね。こっちとこっちとレースの両サイドにタッピ返しという形です。これでやってみたいと思います。よいしょ。ではまずは普通のやり方でやってみますね。 あとキャリッジもう一つ、キャリッジこの N を L にします。そうすると、左から右に移るときに、この向きのときに、ボタンに対応する針セレクトニードルズこうなりますね。はい、ではまず最初7と1、これ写せるといいんだけどな、両方写せるかな、ちょっともうちょっと高くしたら写るかな、ちょっと待ってくださいね。はい、ボタンまで写すと今度模様が写らないけど、はい、まず右から左普通に編みます。そうか、糸の状態が見えない。で左から右に行くときに写しちゃいますね。7&1 7 1、こうします。そうすると対応する針がこっちにすればいいのか、選ばれます。編みながら選ばれます。ただこの、一模様ワンパターンだけにしたいので他の針は引っ込めてレースキャリッジに編んでもらう。でリセットボタンで、こう来て次が
62、6&2で、このセンターの模様以外は引っ込めて、でキャンセルボタン、次が53、このひし形の部分だけですね。 I need just only one pattern。 はい、リセット。それでこうして、おーおーおお、糸が乱れている。今度は、4だから4で、この両サイドだけですね。で、ベースキャリッジ、で、次が53で、一模様だけ、ここの部分だけ。で、リセットボタン。ちょっと待ってください。目が落ちました。これがガチャガチャなんだ。で、今度は6 6 2 6 2で、この一模様のとこだけですね。で、ベースキャリー、リセットボタン、で62、今度7 7 1、最初と一緒ですね。はい、でボタンをリセットして、まあ、こんな感じで。で、普通はこれを、ちょっと編み地が乱れちゃった。普通はこれをタッピ返ししますね。タッピ、普通はこれをタッピ返しします。ここのね、ベッドのところに見えるでしょうか。ナンバーとセンターで、ラッチアップ、こう印つけてます。一模様分ラッチアップ、タッピ返しが終わりました。先生たちがね、この両番、このゴム編み機もつけて、この間でこうやってされてるのを憧れてたもんですけど、なかなかいい手さばきでできませんが、はい、これでまず、キャリッジ、で、あげます。さあ、どうでしょう。で、はめます。あ、これでいいのか。
それで、ラッチアップ、タッピ返ししてた目を、リブ機に移します。こういうふうに移します。これで、we don't need latch up こうですね。で、せっかくなんで2、4と開けて、2目移してみましょうか。ちょっとまずはこれ編んでもらおう。こちらも、2、4、4目開けて裏目作ってみます。それで対応する針しっかり下げる。で、両端1目だけですね。で、糸通します。これですね、両端に重りで、スモールウェイト、ボスサイド、はい、これでちょっとまず編んでもらってみます。スティッチダイヤル2なんですが、ちょっと上げようかな。2+2+2 にちょっと上げてまず編んでみてもらいます。重りしっかり確認して、ライトレフトで、セレクトボタンナンバー7 and 1。選んでもらって手で写しますね。もう素直に左右に振るっていう感じで、はい、写しました。で、次が、6&2 まあ手で写しますけどトランスファーバイハンド、はい、でリセットボタンで、今度5&3 リセット。で、4&4 just 4。で、このあたりでせっかくなんで、1、2、3、48段編んだことになるから、 I need 8 rows。 この辺で、ケーブル交差入れてみます。 2×2 ケーブル、せっかくなんでね。
いしょ。はい、ケーブル。こっちも。もうシンプルなケーブル。で、リセットボタン。次ですね。ああ、ここ編んでない。おっと、編んでくれない目がありました。編んでた。重りが足らない。こっちの、こっちに変えますね、両サイド。しっかりこう渡ってくれてないとダメですよね、目に。こんな感じで、で、スモールウェイト。This is my lesson. Select ボタンナンバー5 and 3。で、関係ない針。あ、引っ込めなくてもいいのか。該当するのを移せばね。今度は中へ移してみます。リセット。はい、配列、掛け目ができてます。で、次が、5 and 3だったんだよね。今度、6 and 2。もう これは別にレースキャリージ使わないから、他の針は無視していいですね。出てても問題ないですね。ただこの配列に なった目だけ気をつけてリセット。7 and 1。ここで移します。ここが、knit 3 together、センターが3目一度になりますね。出しとこう。はい、これで、これ続いていくわけなんですけど、どうしようかな。あ、で、ここで、あ、続けましょうか。もう一回同じ、7-1。今度は外へ移します。で、この辺りでまたケーブル頑張ってやります。ケーブル。2×2 ケーブル。しちゃった。やっちゃった、やっちゃった。戻します。明日まで行っちゃった。ともかくできるだけにきちんと取れる目を。戻して、わあ、これやっちゃうと大変ですね。こっちはワンロー一段だけ、もう一つはもっと頑張って直します。時ですよね、この
ダブルラッチトゥール、目に差し込んでおいて、難しい、It's difficult for me. ロングサイドなんで、今日袋編みもやりたかったんだけど、そこまでいかないですね。あ、そうか、ケーブルやらなきゃよかったんだ。欲張ってケーブルまでやっちゃったから。はい。はい、治りました。こうしといて。慎重に慎重に、とにかく目を落とさないことがすごく大事ですね。これずれてますね。こうですね。はい。こうで、はい、で戻します。はあ、よかった。はい、それで続行します。目がねしない方がいいのかな。実に取ってこうやっといて、ここなんですよね。こうきて、ここなんですよね。ここで落とす。慎重に慎重に。はい。こうで、でここで編まなかったからしっかり目をしといてあげて、はい、編んでみます。あらまー、嘘、勘弁して。あー、今度糸です、糸。あー、一つだけケーブルがなんとか編めてますが、こんな感じ、こんなことになってしまいましたが、でもだからこの辺からか、全一模様も編まないうちに、これがここからが、from here with river ね。一つだけケーブルできましたが、まだまだ I need more practice. Thanks for watching.ありがとうございました。ごめんなさい。